どうもこんにちは、光のおじさんです。今日は先日購入したファミコンソフトアンリリースドコレクションの中から何本かのソフトをプレイしながら紹介レビューしてみたいと思います。まず1本目のソフトはアドベンチャーズオブドクターフランケンです。こちらのタイトルは1992年にゲームボーイ、93年にスーパーファミコンからリリースされましたが、ファミコン版は開発されたものの未発売になってしまったようです。開発元はモティーブタイム DTMC という会社から発売される予定でした。97年に続編のドクターフランケン2が発売されているので、全く人気がなかったというわけでもないようです。ゲームは7つのフロアで構成されており、様々なアイテムやフランケンのガールフレンドビッツィのパーツを集めることが目的です。この城はどこにあるのか、誰の城なのか、そして恋人のビッツィはなぜバラバラになってしまったのか、それら全ては不明ですが、恋人のビッツィを助けるためにモンスターが徘徊する城を探索し、様々な仕掛けを攻略します。このゲームはライフ制になっており、ライフがゼロになるとゲームオーバー。雷マークはフランケンの体力を回復することができます。パスワードを利用して途中から始めることはできますが、1文字でも入力を間違えるとスタート画面に戻るので、かなりストレスがたまります。 A ボタンでジャンプ、 B ボタンで電撃を放ち敵を攻撃することができます。このゲームは横視点の 2D アクションゲームですが、マップの表示は上から見下ろした状態なので自分の位置を確認するのが非常に困難です。操作感は悪くはありませんが、ジャンプ力は低めに設定されているので敵の攻撃を食らいがちです。階段を登るアクションはジャンプを使わなければならないのでストレスがたまります。敵の配置に一部理不尽なものがあり、エイヤーチェンジの時や確定でダメージを受けてしまう敵が一部存在します。ざっくり総評すると、探索が主たる目的のメトロイドバニア的なゲームなので、バッテリーバックアップによるセーブ、自分の位置が分かりやすいマップ、ある程度の道案内に関するヒントなどがあればかなり遊びやすくなると思います。 BGM のクオリティは非常に高いですが、ゲーム中2曲しか存在しないので、もう少しバリエーションが欲しいところです。グラフィックのレベルは非常に高いと思います。それらを考慮してこのゲームの満足度 50% とさせていただきます。以上をもちまして、アドベンチャーズオブドクターフランケンのレビューとさせていただきます。続いての未発売ソフトはエアーボールです。開発元は天元、レトロゾーンから発売される予定でした。エアーボールはアミーガ、MS-DOS、アタリのコンソール、アップル、ゲームボーイアドバンスなどで発売されましたが、ファミコン版は開発中にキャンセルされました。厳密にはファミコン版ではなく、任天堂エンターテイメントシステム、つまり NES 版です。 NES とはアメリカ版のファミコンのことを意味します。エアーボールのストーリーは、魔法使いによってゴムボールに変えられてしまった少年が迷宮を探索し、魔法の本と6つのアイテムを探し出し、迷宮から脱出することが目的です。視点は斜め上からの見下ろし視点、クォータービューとなっており、ファミコンでは珍しい立体的な表現です。主人公はゴムボールなので、飛んだり跳ねたりすることができます。ゴムボールの空気残量がライフとなっており、地形や行動によって空気が失われ、ゼロになるとミスになります。空気を補給するスポットが点在していますが、空気を入れすぎてもやはり爆発します。 BGM はファミコンとしてはかなり凝ったものになっていますが、少し音割れしてしまっているのが気になります。難易度は3段階に分かれていて、抜けていく空気の量が違うようです。視点が斜め45度からなので、操作の感覚に慣れるのに時間がかかります。あと擬似的 3D 表現、ファミコンにおける表現の制約によって、高低差や距離感が非常につかみにくいマップが一部存在します。ステージは広大な迷路になっており、マップも存在しないためかなり迷います。点在している空気入れの位置が頭に入っていないと攻略は難しいでしょう。それではざっくりと総評させていただきます。全体的な難易度は高めですが、難易度は3段階に調整でき、ビギナーでもハードコアなやり込みゲーマーでも楽しめると思います。 BGM、グラフィックともにファミコンとしてはかなり高い水準だと思います。ただグラフィックに関しては一部どこがどうなっているのか分かりにくい部分があり、慣れが必要です。操作感は非常にシンプルで良好です。それらを考慮してこのゲームの満足度 58% とさせていただきます。以上をもちまして、エアーボールのレビューとさせていただきます。
ちなみにこれやってて気づいたんですが、アンリリースドコレクションのゲームセレクト画面でセレクトボタンを押すと画面がバグって操作不能になります。以上、アンリリースドコレクション豆知識のご紹介でした。3本目にご紹介する未発売ソフトはアルカディア4です。このゲームに関しては調べてもあまり情報が出てこなかったのですが、リンク・トムリンとクリス・ギルが開発した任天堂エンターテイメントシステム用のゲームだそうです。それ以外のことは一切わかりません。とにかくわかっていることはこのゲームが未発売ゲームということだけです。真ん中に映っているマスコットのようなキャラクターの名前すらわかりません。タイトルがアルカディア6なので6本のゲームが遊べる予定だったようですが、未完成のため4本しか実装されませんでした。まず1本目はテニス、2人で対戦することもできるようです。 CPU との対戦は難易度を4段階に調整できるので結構ちゃんと作られてますね。内容はよくあるテーブルテニス型のゲームです。まあ要するに完全にポンですね。30年ほど前とはいえ、わざわざファミコンでポンをやる必要はないかなと思います。あと CPU 戦ははちゃめちゃに難易度が高いです。ビギナーモードでも全く勝てる気がしませんでした。開発版とはいえ BGM がないのは少し寂しいです。画面端にいるマスコットキャラクターがリアクションしてますが、ゲーム中にそんなものを見る余裕はどこにもありません。2本目のソフトはザークスズ、読み方すらわからないソフトです。タイトル画面で2人プレイの表示が出ていますが、選択はできませんでした。ゲームの内容は縦スクロールシューティングゲーム。まあ雰囲気だけはゼビウスやスターフォースに似ているかもしれません。ただ BGM 効果音ともに未実装なので虚無感が漂っています。おまけに自キャラ、敵キャラの当たり判定が消失しているので、すぐにループするステージを延々眺めるだけの内容になっています。ドクターフランケンやエアーボールは未発売とはいえしっかり遊べる内容だったので逆に驚きましたが、ここに来てようやく未発売ゲーム集らしくなってきました。正直安心しました。3本目のゲームはグルカです。タイトルから想像するにネパールの山岳部隊グルカ兵をモチーフとしているのかもしれません。ゲームの内容は縦スクロール型ミリタリーアクションゲーム、いわゆる戦場の狼やフロントラインのようなゲームです。このゲームに関しても効果音こそ実装されているものの BGM はありません。当たり判定も存在しないので派手に暴れ回ってますが、誰も死ぬことのない優しい世界となっております。この狂ったようにマシンガンを連射している結構お気に入りのキャラクターなんですが、銃弾に殺傷能力はないためただただファニーですね。武器に残弾制限があります。画面には表示されていませんが、マシンガン、手榴弾別々に残弾の制限があり、道中の箱を回収することによって残弾が増えるようです。こういうところは意外とリアル思考だったりするんですが、重火器で武装された敵の基地に単身乗り込んでる時点でリアルもヘッタクレもあったもんじゃないと思います。 3,4 分ほど上に登ったところで進めなくなってしまいました。このゲームせめて当たり判定と BGM さえあればそれなりに遊べる内容になったんじゃないかと思います。最後のゲームはツインカムターボ。縦スクロール型のレースゲームだと思うんですけど、ゲームをスタートした瞬間にフリーズしてしまい進むことができません。何度か試しましたがゲームを始めることはできませんでした。ゲームがフリーズしてしまってるのか、これ以上作ってないのかは定かではありません。それでは総評に入らせていただきます。明らかな作り込み不足というか未完成品。バラエティには富んでる内容ではありますが、一本一本のクオリティはたとえ完成したとしてもそれほど高くないと思われます。以上を考慮してアルカディア6の満足度 15% とさせていただきます。4本目に紹介する未発売ソフトはこちらです。アルマジロというタイトルを聞いてピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。アルマジロは1991年に IGS という会社からリリースされています。ただ北米版も作られていたようですが、開発途中でキャンセルとなったためあえなく未発売ソフトとなりました。というわけで日本語版は製品としてリリースされているので、こちらの英語版も完全な形で遊ぶことができます。ゲームの内容はステージ選択型の横スクロール
ロールアクションゲーム。主人公はテキサスに住むアルマジロ、ビリー・ザ・シェル。悪の集団黒豆団にさらわれた恋人のシェリルを助けに行くというストーリーです。基本的なアクションは走る、ジャンプ、そして丸まることができます。丸まった状態であればほとんどの敵の攻撃を防ぎ倒すこともできます。こういうアクションを見ているとソニック・ザ・ヘッジホッグの影響を受けたゲームなのかなと思う人がいるかもしれませんが、ソニック・ザ・ヘッジホッグはアルマジロが発売された同年の1ヶ月後に発売されているので、たまたま似てしまっただけですね。ただ雰囲気こそ似てますが、アルマジロにはソニック・ザ・ヘッジホッグのようなスピード感はありません。もっともっさりとしていて、こうふわふわとしたような操作感です。ソニックの方がよくできているという話ではなくて好みの問題かなと思います。主人公の豊富なアクション、バラエティに富んだステージ、そして軽快な音楽、ファミコンゲームの水準からすればかなり遊べる内容だと思います。ただ日本では発売されているゲームなので、未発売ゲームというよりは発売されなかった国もあるゲームというところでしょうか。それでは総評に入ります。グラフィックは非常にポップで個性的です。全体的に処理落ち気味で少しスピード感がないのが残念ですが、アクションゲームが苦手な人でもプレイできるちょうどいい難易度です。以上を考慮しましてアルマジロの満足度 73% とさせていただきます。以上をもちましてアルマジロのレビューとさせていただきます。5本目に紹介する未発売ソフトはアタックアニマルアカデミーです。このソフトはファミコン詳しい方なら結構知ってる人もいるんじゃないかと思いますが、1987年にサイトロン&アートが開発、ポニーキャニオンから発売されたアタックアニマル学園、それの英語版なんでしょうね。 NES 版のリリースが計画されていたかどうかは調べたんですが、ちょっとわからなかったので、このソフトが開発版なのかそれともハック版なのかは不明です。こちらのアタックアニマル学園は 3D シューティングゲームで、奥行きのある画面、地平線の彼方から飛んでくる敵を疑似 3D グラフィックで表現しています。平たく言えば 3D シューティングゲームの名作スペースハリアーをがっつりパクっています。グラフィックではアーケード版スペースハリアーには劣るものの、ファミコンというハードの制約の中でなかなかのスピード感、爽快感、スペースハリアー感を出してるんじゃないかと思います。ただ敵との遠近感がつかみにくく、ショットはノーマル時で2連射、最大でも4連射までしかできないため、とにかく敵が見えたら逃げ回るという戦闘スタイルを強いられる羽目になります。ただそれらの問題が些細なことに思えてしまうほどにぶっ飛んだゲームの世界観は特筆すべき点だと思います。セーラー服の少女がマシンガンをぶっ放しながら空中を飛び回り、アニマルを蹂躙していく。セーラー服の女子高生がマシンガンで暴れ回るという設定は当時流行っていたものではあるんですが、そういう時代背景がない限り、ただの頭がおかしい人が作った作品と見られてもしょうがないと思います。それでは総評に入らせていただきます。ゲームの内容はパクリとはいえ、ファミコンとしてはなかなかのスピード感、ただ本家よりも難易度が高くなってしまっているのは減点ポイントだと思います。このぶっ飛んだ世界観は当時もあまり評価されていなかったようですが、改めて見てみると悪くはありません。以上を考慮してこのゲームの満足度 63% にさせていただきます。というわけで駆け足ではありますが、アンリリースドコレクションの中から5本のソフトを紹介してみました。ドクターフランケンエアボールに関しては孫をことなき未発売ソフトにもかかわらずかなりクオリティが高かったので驚きましたが、アルカディア6はいかにも未発売といった内容で、まあ、ある意味大満足です。後半の2本に関しては日本では普通にリリースされていたソフトなので、まあ普通に遊べはするんですが、未発売ならではの感動や驚きはなかったです。しかしこのアンリリースドコレクションにはあと69本の未発売ソフトが入ってます。ゲームをプレイしつつ未発売に至った経緯を調べ、ゲームの内容や小ネタをまとめていくのはなかなか骨の折れる作業ですが、頑張っていきたいと思います。まだまだ未発売ソフトを見てみたいなと思っていただけた方は、高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それでは次の未発売ソフト紹介動画でまたお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。